こんにちは、りょうです、えー、今日はね家電はケチるな絶対に後悔しないおすすめ時短家電ベスト3について話をしていきたいと思います、えー、質問いただきました えー、学長は自分の時間が増えることにお金を使うのはいいこととおっしゃっていましたそこで学長おすすめの時短家電を教えてほしいですということでね、えー、いいお金の使い方シリーズということでね話をしていきたいなと思います過去にもね人生で買ってよかった買い物ベスト5とかでいくつか紹介したものもあるんですけどね今日はここのおすすめの時短家電について話していきたいと思います、えー、で結論なんですけどねこの3つになりますとドラム式洗濯乾燥機乾燥機,乾燥機能付きのものですねそれからロボット掃除機ですねそれから食洗 電気ね、これらはもう家電3種の神器ってね現代の家電3種の神器と言えるんじゃないかなとさらにものすごくおすすめしたいのが蒸気に加えて家事代行サービスですね これらを導入することによって子供と遊べる時間が増やせたりとか気持ちに余裕ができたりとか自分の時間が増やせますよってことでね、この3つはものすごくお勧めしたいんですね。で、もう少しね、詳しく解説したいんですけど家電をね、ケチってはいけない理由っていうのがこれらですね、自分の時間をまず増やしてくれるからということですね。家事の時間を短縮できるっていうことは自分の時間が増えるってことになりますよね。 まあ当たり前の話なんですけど、人って誰しもが1日24時間を生きてるでしょで、お金持ちも庶民も関係なくですけど、誰しも。 どんだけ偉い人とか、えー、人で、どういう人であっても24時間、この時間は等しく平等なわけですね。じゃあ、時間に余裕がある人ない人がまあいるわけですけど、じゃあどう、その時間に余裕があるって一体どういう状況なのかっていうと、他人のために縛られてたりとか、24時間の間でね、何かをやらないといけないとかね、そういう時間が少ないってことですね。やらないといけない時間が少なくて、自分で行動を選択できる時間が多いっていうことですよね。まあまあ、当たり前の話ですけど。で、 え例えばね、えー、皆さん、1日のスケジュールっていうのを書き出してみてほしいんですけど、まあ、例えばの例ですけどねじゃあ睡眠が7時間とか通勤に1、2時間かかってるとか、まあ、仕事が8時間から9時間とかね昼休憩合わせて8時間から9時間とか食事とか、えー、就寝準備する時間とかね余暇、まあ、時間とかね、まあ、そういうものに2、3時間とか、えー、家事っていうものに1、2時間使ってるよとかね、えー、主婦の方とかだったら平均家事に3時間使ってるらしいんですけど、まあ、残った時間が余暇時間になるとここに残業が入ってきたら1日の余暇時間なんてないわけです。 で主婦の方も何するにしても、えー、何かと忙しくね子供のこととかいろいろやらないといけないこといっぱいあるわけですから、えー、家事が3時間ぐらいあったらここがね、えー、やっぱり削れるとすごくいいわけですよね自由な時間を増やすには何かを減らさないといけないんですけど仕事を辞めたらじゃあ時間ができるわけですよねここ一番大きいからねで仕事辞めたら時間できるんですけど時間増えるけどねお金に困っちゃうし生活費に困っちゃうじゃないですかで じゃあ職場の近くに引っ越したら通勤時間削れるよねっていう話なんですけどねまあいろいろハードルがありますよね家族と一緒に引っ越すわけにもとかお金の問題だったりまあいろいろちょっとね引っ越すのにもちょっとハードルがあるとで睡眠を削るとここが結構皆さんね自分一人で削れるから削っちゃったりとかするんですけど体に悪くてもう本末転倒と何のためにやってるのかわからないっていうね、えー、生活を支えていってちゃんとそもそも論で人生って豊かに生きようね幸せに生きようね楽しく生きようねってなってるやってるはずなのに睡眠時間削ってもう体 体に悪いことをして毎日もう苦しいみたいなねでパフォーマンスも上がらず効率も悪いってこれじゃあ本末転倒ですよねとでね、えー、食事を取らずお風呂に入らないってわけにもいかないですしね他の時間削るって言ってもねじゃあ見直すべき価値があるのが何かっていうとこの部分の家事になってくるかなと思うんですよねなんでこの時短家電を活用して家事の時間を減らそうってわけですよね ここで言う家電っていうのはどういうものかってテレビとかねそういうものじゃなくて時短家電ですね自分の時間を増やしてくれる家電のことですよねで固定費を削減するってことは大切だよって話をしてきたじゃないですかえ必ず毎月出ていくお金を抑えるっていうのはお金持ちへの道お金持ちへの、えー、道ですよと で、時間も同じですよね。必ず出ていく時間っていうものを抑えることによって、これが時間持ちへの道につながっていくって、そういうことですね。そもそも家事は人がやらないといけないものって別に決まってるわけでもないですしね、同じ結果が得られるんだったら、別に時間をかけずにできた方がいいよねっていう、そういう話ですね。で えー、結局ね、えー、この自分の時間を増やしてくれるから、ここが一番大きな理由ですね。家電をケチってはいけない理由ね、ここに、えー、もったいないからって言ってお金をケチってしまうと、結局なかなか時間に余裕が取れないと。えー、ちょっとね、えー、高い買い物かも,かもしれないけど、トータルで合うよってことですね。この自分の時間を増やしてくれるから。それからこの2番目ね、一緒ですけど、トータルで元が取れるからと。得するからだよってことですね。例えば、自分の時給が1000円とするでしょ。例えばですよ。で、毎日の家事の時間を1時間減らせると、 月も家事って毎日ねあると思うんで月間30時間の効率化になるわけですよね30日間とした場合ねで30時間 えー、時間が効率化できたってことは3万円分お得になったってそういうことですよね3万。隣のスーパーまで50円安い牛乳を買いに行ってはいけないよって話とかを結構過去にもしたと思うんですけど、この考え方と実は同じなんですよ。30分かけて50円節約するよりも30分働いた方が得だよってこの時間単価の話ね。トータルで得するのかは、トータルで得するのはどちらかっていうその視点が大切だよっていう話なんですよね。結局これね。で、 えー、仮に時短家電に20万円、ね、買うのにかかったとしても月3万円得をするんだから6ヶ月半で元が取れるよねっていうこの考え方が大切なんですよ。目先の出ていくお金にこだわっちゃダメってことですね。トータルで得する方を考えようって。この考え方が大事なんですよ。お金の お金ベースに考えるんじゃなくて時間ベースに考えれる人っていうのはトータルで得する選択をしていけるんですよねだから結果的に時間も持てるしお金も持てるしってそういう判断基準ができるようになっていくんですよだからここの判断基準っていうのがねすごい大切なところなんでねぜひちょっといまいちピンってこないなっていう人でも一回ね真似してほしいんですよねで安いものを仮に買ったとしてもそうするとじゃあもう安いものでいいじゃないかっていう人とかもいるんですけどね安いものを買っても一見得したように思えるかもしれないですけどトータル損する場合もありますよってことです 性能が悪くて時間かかったりとか使い勝手がすごく悪かったりとかすぐ壊れてしまったりとかこれじゃあ安物買いの全入しないになっちゃいますよね一番並んでる中でいいものを買いましょうって言ってるわけじゃないんですけど、えー、ここをねどうせ買うんだったら、えー、さらにねケチいるんじゃなくってやっぱりある程度機能を満た,満たしてるものをね、えー、買ってほしいなと思いますなんでトータルで元が取れるから、えー、家電をねケチってはいけないですよということですねで3つ目ね早く買った方がお得だからですね家事って日々のことなんでね 毎毎日毎日あるわけですよねで1年分まとめて洗濯をとか例えばしないわけでね掃除とかも1年分ってなかなかしないわけで早く始めた分だけ、えー、効果が高いとかね使えば使うほど得をするから早く始めた分だけ早く得していくよっていうことですよねで早く始めて空いた時間でスキルアップとかね自分自身のスキルアップに励んだりとか家族との時間に使ったりとかゆとりのある時間を過ごしたりとかそうしていく方がいいですよねってこういうことに時間を使っていくとどん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 時間の使い方として上手になっていくわけですよね わけですよねやっぱりそもそものねで何かを入れようと思うと何かを捨てるとか時間を空けないとやっぱり何かを始めるこ自己検査に励むとかスキルアップするとかそういう時間も取れないと思うんでやっぱりこういうね、えー、他の代用できるものは他にやってもらって、えー、やっぱり自分の時間をまず空けていくっていうのが大事じゃないかなと思いますだからこの家電をケチってはいけないよとここへのお金をケチらないでくださいって時短家電ね、えー、に対してはお金ケチらないでねってそういうことですね、えー、絶対に後悔しない時短家電ベスト3が最初の結論で話したようにこの3つになって てくると1つ目がドラム式洗濯乾燥機ですねこれドラム式の乾燥機能付きじゃないとね、えー、これ乾燥機能付きじゃないとダメですよとなんでかっていうと洗うから干すっていう作業があるでしょで洗うから干すっていう作業この作業がなくなるからですよ洗濯物を干すっていう時間が短縮できるんですよねで干すのってめちゃくちゃ面倒くさいじゃないですかで 家にずっと入れるならまあまだしもそれでもめんどくさいでもね干さないといけないから洗濯機が完了するまで待ってるとかね周りの友達でもいたんですけどね ちょっと今から出かけたいけど何時からご飯食べに行きたいけどえもうちょっとで洗濯機が終わるからえ完了するまで待ってるとか干してから行くとかねもしくは干すの忘れてて回ってるの干すの忘れててね洗濯機の中であ翌日気づいてペッターンってねなってたりとかそんな経験ってないですかねでね最近その友達もこのドラム式の乾燥機の付きのねドラム買ってえ本当にねもう戻れないって言ってましたけどねでこのドラム式洗濯乾燥機なんだったら洗濯物を入れてボタンをピッと押すだけなわけですよで仕事行く前にセット しとけば帰ってきたら仕上がってるし夜寝る前にセットしとけば朝起きたら仕上がってるってもうまあ素敵っていうねでおしゃれ着とかちょっと乾燥機回すと縮んじゃうんでまあタオルとかね日々多いと思うんでまあモード切り替えで工夫できたりするみたいですけどその辺だけちょっと注意してくださいってことでね、えー、なんですけどやっぱりね僕自身これも使ってるんですけどドラム式ね、えー、洗濯乾燥機すごい便利ですねやっぱりタオルとかなりかあ,あいうものを1回も回しとくだけでね えー、本当に入れてボタンを押して回しとくだけで出来上がってるんで本当楽ですね。もうこれはね、一番おすすめできると。なんでちょっと高いかもしれないですけど、絶対に今すぐ導入した方がいいっていうのがこのドラム式のね、えー、洗濯乾燥機ということになります。で、まあ、2つ目ね、このロボット掃除機ですよね、えー。これもですよね、毎日の掃除ってまあめんどくさいじゃないですか、好きっていう人もいると思うんですけど、今日はあくまで時間を削っていくっていう作業なんでね、時間を増やそうっていう話なんで、えー、部屋が汚いとやっぱり気持ちまで沈んじゃうわけでね。えー、仕事とか買い物に行って 帰ってきたら部屋が綺麗になってるってこれは本当に気持ちいいですよね、最近のは十分綺麗にしてくれるしね 昔のとかだったらちょっとね出来が悪いとかいまいちこうなんかあんまり綺麗になってないとかあったんですけど最近やっぱりねどんどんこういう機能っていうのは良くなっててかなりね綺麗になるんでやっぱり、うん、この辺いいですねロボット掃除機ねぜひおすすめですとで3つ目がねこれですよね食洗機ですねまあこれも一緒で毎日の洗い物って多いわけですよね時短への貢献度とか使用頻度っていうのを考えるともう毎日の洗い物から解放されるだけでも後悔のない家電ねこれは買って 後悔がない金にないいにると思います洗い物ぐらいできなくもないしもったいないってね手でちょちょっと洗うだけだからって思うかもしれないんですけどやっぱりね優先度をつけて楽できることは楽したらいいと思うんですよそれじゃなくて誰でもできる作業は誰かにやってもらって自分にしかできないことをやっていくっていうのがどんどん時間をね時間単価を上げていくとか時間にゆとりを持っていくっていう意味ではすごく大切なんですよねなんでこの3つをね非常におすすめできますとっていうとこれどこで買ったらいいのとかどれがいいのってよく聞かれるんですけどこれはね 価格コムの人気ランキンキグでで見ればいいですよなんでかっていうと、家電はこれって言いたいんですけどね、えー、もしも、じゃあ食洗機だったらこれって,って言いたいんですけど、その時その時って家電ってね、本当にそのどんどん新しいもの出るし、常に価格も変動するんで、見た頃には古くなってたりとかするんでね、なんで価格コムの人気ランキングとかで、えー、見るとね、いいと思います。で、どれを買ったらいいのかわからないっていう人いると思うんですけども、そういう人は売り上げランキングね、ランキングで、えー、ベスト5とか、人気売れ筋ランキングとかね、注目ランキングとかあると思うんで、ここの辺でね、 ベスト5ぐらい、まあ、トップ10でももちろんいいんですけど、あのこの辺から選んでもらったら、もうどれも似たようなもんと思ったらいいと思います。各メーカーがしのぎを削ってるんでね、えー、自分の用途にさえ合うものさえ選べばね、それはまあ大きさとかそういう意味の、えー、最低、こんなに大きいのうちの家ではいらないなとかね、うちは家庭で結構人数がいるから大きいのいるなとかね、えー、どれぐらい洗えるかとか、どのぐらい、まあ、そういうものがあると思うんで、それはえー各家庭に合わせてもらったらいいと思うんですけど、も、ま、う、あ、それ以外はね、もうどれを選んでもそんなに後悔することってないと思いますから、 この辺の辺人気ランキンキグかららら選んでもらえたら一番い、ね、いいと思いますでよくお得に買える時期はとかも聞かれるんですけどもう気にせずさっさと買った方がいいですよと悩んでる時間がもったいないからね何月まで待つとかっていう人とかもいるんですけどもうこれに関しては買,、ね、買おうと思った時に買ったらいいと思います気にせずに買って、ね、早く効果を得ていくっていう方が僕は大事かなと思いますでもう1つ、この3つの家電に加えて超絶おすすめのサービスっていうのがこの家事代行なわけですね。 これ僕自身も10年以上愛用してますけど自分の自由な時間を圧倒的に増やしてくれるんでね。 料理とか洗濯とか掃除とか買い物とかね。この辺のね、やっぱりやってくれるってすごいありがたいですね。1時間2500円ぐらいで家事っていうところでえ僕の友達とか結構頼んでる人がいるんですよね。で、お金ね、1時間2500円っていうと多少かかるってね、確かに高いっていう人もいるかもしれないんですけど、例えば主婦の方で時給1000円で計算したんですけど、働いてるね、旦那さんとかも含めて一回時間単価っていうのを計算してみてほしいんですよね。自分の時間単価っていうのね。過去の動画で時間単価、学長 ととかって言ってもらったら出ててた出くると思うんでこの動画の説明欄からも飛べるようにしておきますんで、えー、そっちでも確認してほしいんですけど自分の時間単価ってのを一回出してほしいんですよ皆さんね意外ともうちょっと高いと思うんですよねその働いてる人とかだったらもっと高いと思うんで、えー、結構まず自分の時間単価を知ってもらうと全然この辺のね家事代行って月に1回とかね2回とか頼むのは全然悪くないと思うんですよね で月に1回、2回ぐらい、例えば水回りとかね、やりにくいところ、ちょっと素人だったらやりにくいところとか、ちょっとやるの嫌だなっていうところとかをピンポイントで組み合わせるだけですごくコスパがいいんですよね。なんで、1回だけ頼んで体験してみるとねいいかもしれないです。奥さんへのプレゼントとかね、やっぱり主婦の方って休みなしでやってる人多いですから、家事とかね。なんで、月に何回かのやっぱ休みの日を作るっていう意味とかでも、すごくプレゼントとかでもすごくいいと思うんで、1回ね、ぜひ試してみてほしいなと思います。で、えー、時間がないっていう人へのね、おすすめの処方箋ってことで、 おすすすめのの書籍ですねこエッセンシャル思考時間がないなとかちょっと忙しいなとか時間足りないなとかもっと時間欲しいなって思う人はぜひこの「エッセンシャル思考」っていう本があるんでね、えー、これを読んでみてくださいあの家事に限らず時間を効率よく使うための必続の章だとね 僕は思思っててるんで、これぜひね、見て欲しいいなと思います。で、まとめに入りたいんですけどね、えー、時短家電はもう今すぐ導入した方がいいですよとドラム式の洗濯乾燥機とロボット掃除機と食洗機これが今の現代のもう3種の神器といっても過言じゃないと。 いうことですね、それから家電をけちってはいけないよっていう理由が自分の時間をまず増やしてくれるしトータルでも元が取れるしもう早く買った方がお得だからってこういうことですねそれから家事への負担ってやっぱりね家事の負担っていうまでもなく大きいわけですよね子供がいたらなおさら時間がかかるしねなんでもう世のお父様方、まあ、お父様じゃなくてもね男性の皆様ってもう買いましょうこれはね元取れるから、えー、他のものを買うよりねこれちょっと一回買ってみましょうと でで女性の皆様とこう自分をもっと楽させてあげましょうということですね。家事を手伝わない旦那とかへロボットの方が役に立つかもしれませんよみたいなね <laughs>。怒られますかね <laughs>。なんですけど、えー、自分がやらなくていいっていうことは、優先度をつけてね、誰かに任せるってことですよ。それがロボットだったらいいですよねって話。これが時間を作るコツでね。そして あの自分がやるべきこととか今しかできないっていう大切なことにもっと時間を使った方が人生充実するかもしれないですよねってそういうことを言ってるわけですよねそれは各自あると思うんですよ自分のスキルアップの時間だったり子供との時間もっと取りたいなとか家族とか恋人とかとの時間もっと取りたいなとかやっぱり時間が大いに越したことないわけですよね。 自分の自由な時間っていうのがやっぱり多いと選択肢も増えるし一番自分の好きなことに本を読むでも趣味の時間でも何でもいいんですけどそういうことに使えるわけじゃないですかだからその辺は毎日のことなんでそれが高いように思うかもしれないけど一回払いなんでね高いように思うかもしれないけどやっぱりこういう家電とかを入れることによって毎日の時間が何分増えるって考えたらそれは僕は全然ね合うと思うんでね えなんで、ぜひね、えー、やってほしいなと思います。そういう意味では、家事代行っていうのも超絶おすすめですよ、ということですね。なんで、えー、今後もね、お金の使い方、おすすめのお金の使い方についてはね、ちょっと配信していこうと思ってます。で、動画がいいなと思ったら、友達とか家族に紹介してもらえたりとかね、いいねとかチャンネル登録してもらえると嬉しいです。LINE 後とか Twitter とか Instagram もやってます。動画の説明欄から全部飛べるようになってるんでね。で、今日紹介したようなおすすめ書籍とかね、えー、そういうものもまとめました。えー、学習おすすめ書籍一覧っていうね、動画の説明欄から全部これも飛べるようになってます。でもっと学び 質問があるよっていう人はねこのリベダイのゆるコミュニティっての無料でやってますんで、えー、最低限のルールだけ守ってもらえたらねこういうのも、えー、やっぱりちょっともったいないんじゃないかなちょっと背中を押してほしいかなとかってね言う人とかもいるかもしれないんでまあそういう人はね来てもらって質問してもらえたらもうちょっとね、えー、追加で答えれるんじゃないかなと思います。ということでね、えー、今日も参考になったら嬉しいです。今日もありがとうございました。